キカシグサ属は、ミソハギカに分類される植物の属。水草や失笑植物が多く含まれており、アクアリウムで用いられることも多い。なおその際は、学名のロタラで呼ばれることも多い。日本には六種が知られている。代表的なものを挙げる。ロタラマクランドラ水中用の水槽中での様子。ロタラマクランドラ水中用の水槽中での様子。以下は、 アクアリウムプラントとして栽培されるもの。キカシグサ属の種の多くは、稲作農家にとっては、厄介な水田雑草である。ただし環境破壊などにより、生息地は縮小傾向にあり、個体数は減少している。水キカシグサなど数種は、レッドデータブックに記載されている絶滅危惧種となっている。水中養が美しく、丈夫で、使いやすい種も多いため、 アクアリウムにて栽培される場合もある。例を挙げれば、水草をレイアウトした水槽で茂みを作る際などに利用される。主にファームで栽培されたものが出回っているが、現地で採集されたものも出回る。比較的ポピュラーな水草であり、多くのアクアショップで販売されている。有形草と呼ばれる、茎の周りに葉をつけて、髪型に伸びていくタイプの草である。この仲間は、 頭頂部を切り取ると断面付近から二股に分かれた新芽を出し分岐しながら成長するという特徴を持つものが多い。そのため水槽の中ほどから後ろの方に葉が密になった茂みを作る際などに使用されることが多い。数回ほどカットを繰り返して新芽の分岐を作り続けると株の根元から弱ってくるので弱ってきたら茎刺しを行い。 新たな根が張るまで待つと良い。繁殖は茎差しにより行う。丈夫で成長の早い種も多いが、育成が難しい種も存在する。ありがとうございます。